エピソードも。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、マネの虎といえば、まあ、堀之内社長っていう、もう僕からすると主人公は堀之内社長なんですけれども、もう一方超有名な司会をしていただいていた吉田栄作さん。はい。吉田栄作さんについての社長のこうイメージとか思い出とかあれば、ちょっと聞かせていただきたいなと思ってるんですが。あ、はいはいはい。その MC っていうか、あのナレーターっていうか、はい、吉田栄作さんだっていうことでお会いしたときに、はい、もう私なんかでも憧れのスターですからね、あの方はね、はい、大スターですね。ね、顔は小さくて背が高くてかっこいい、すごいあの人なんですけど、しばらくね、なんか業界からこう外れてて、はい、確か海外ロサンゼルスかどうか行ってらっしゃいましたね。あ、そうみたいですね。そうみたいですね、はい、ちょっとしばらくなんかこうメディアから、はい、あの出てなくて、いきなり吉田栄作さんがこれで出てきたんですよね。ああ、そうだったんですね。そうなんです、そうなんです。だから、まあ、過去の吉田栄作さん見てますから、いやかっこいいなと思いながらやってましたけども、はい、やっぱり彼が一番良かったんだなって思いますね。自分を引き出さないっていうか、一切自分のことを引き出すことがない、自分の思いとか考え方を一切出さない、もう淡々ともうその場を仕切っているっていう、僕はこう思うんですよねって一言もなかったですからね。そうですね、なんか試験みたいなのは全然なかった。全くないです、全くないです。それこそどっかの国のね、官房長官みたいなもんで淡々ととか言うだけと、はい、感情もなしというような感じでしたから、はい、彼が一番良かったんじゃないかなって私は思ってますね。あ、だから非常にやりやすかったし、はい、本当にやってて吉田栄作さんっていう、このここにおる司会者っていうのが、それがね、目に入らないんです、私。ああ、存在がですか。いるけども目に入らないんです、はあ、だからこっちに気を使う必要もない、はい、もう何かこの人に気を使って物を言う必要もない、ただ単になんかもうロボット的にいるだけであって、はい、それがやっぱり最高だったと思いますね。やっぱり彼は役者だなっていう、決していたわけですね。あれはなかなかできない。私なんかやっぱすぐ口出すじゃないですか。いや、まあそれもいいですけどねって言いたいけども、やっぱ彼は絶対になかった、ね。やっぱキャスティングがやっぱり最高だなって思いましたね。すごいですね。もうナビゲーターにも、最高ですね。だからむしろあの番組が引き立ったというのは吉田栄作さんのおかげかもしれません。ああ、そう、ね。うん、そう思うんですよ。吉田さんは実際その番組の中ではこう一歩引いて、もう社長たちがこうお話しされているのをアシストする役目に徹しておられたんですけれども、はい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 、プライベートでも吉田栄作さんって一体どういう方だったんですか。ね、そんな深い付き合いもないんですけども、はい、もう撮影っていうか撮影終わっていろいろ話をしたり、はい、まあ、一緒に写真撮ってもらったり、はい、したんですけども、ミーハーですから実は吉田栄作さん写真撮ってよって言いながら やったりしたんですけども、はい、非常におとなしい方ですね。あまりこう喋られない、もう口数は少ない、はい、で、まあ、一生懸命スポーツとかされてますけども、はい、普段にこうアクティブさはそう感じられない、非常に温厚なゆっくりした物腰の方で、はい、やっぱ役者なんだなって、こんな人が急にああいう風に変わるんだよなって映画の中ではね。あ、うん、私は非常に付き合いやすい人だろうなと思いますね。あ、そうなんですね。そんな気がしますね。プライベートで何かお会いになったことはないですか。いや、それはないですね。あ、じゃあもう番組上で、あ、私はどっちかっていうと、まあ、いろんなタレントの方とお会いさせていただきましたけども、はい、あんまり個人的には深入りしない方がいいだろうなというふうに思って、はい、あまりしてないんですね。うん、じゃあもう番組の中でとか、休憩時間にちょっとお話しされる程度で。そうです、そうです、そうです、そうです。もうそれで人間性って分かりますからね。すぐ分かりますからね。はい、社長から見られて、吉田さんはやっぱりこう立派な方だったって感じですか。あの方はやっぱり役者だなと。役者だ。役者だって思いました。俳優さんって思いました。俳優さんだなって、かっこいいなと思いましたね。実際も最初にも顔がちっちゃくてとか言われてましたけど、うん、立ち姿とかやっぱり全然違う感じです。私みたいに腹立てないし、かっこいい。それとやっぱり性格が温厚っていうか、演じてるのかもしれません。役者ですから。はい、しかし、その私たちと会う吉田栄作さんっていうのは非常に温厚で、はい、物腰が柔らかくて、はい、やっぱ番組の内容をよく理解されて、はい、変なツッコミだとか変な詮索だとか変な指導とかそういったものが全くない、はい、非常にやりやすい、はい、プレゼンする側も非常にやりやすかったんじゃないかなと思いますね。あ、そうなんですね、うん、
でもいいイメージしかないんですね。もういいイメージしかないですよ、あの方にはね。じゃあ、あの番組が終わってどこかでお会いになったことももうないんですか？ないですね。ないですね。じゃあもう交流も全くない？全くないです。本当にあの番組そうでのお付き合いだったんですね。わかりました。またなんかいろんなマネーのトラブルエピソードもまだまだいっぱいありますから、はい、社長ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。